構したら、なんか私食べてない人みたいに言われてるんですけど、違う、意図的に食べてないわけじゃなくて、あのレッスンが朝からあって食べれなくてお腹空いたよって言ってたみたいな感じなので、なんかストレス溜まるよみたいなのとか、食べないのは良くないよ、いや違うのようちも食べたいのよ気持ちはっていう感じっていうのだけ先に伝えときますね。まあウィバースでも後で言いますけど、そう、別になんか我慢してるとかそういうことじゃなくて、うちも食べたいの、でも朝から今までレッスンだったから食べる時間がなくてお腹空いたよって言っただけです。以上。ちょっとなんか我慢してるみたいな思われるのは嫌だなと思って、我慢してるわけではないです、食べる時間がないだけでした。いただきます。ダイエットしてるって言ったから、多分みんなも心配して優しい気持ちで言ってくれたのかもしんないけど、目薬持ってきてる私。そう、ただみんなはみんなで心配してやってくれてる、それはありがとう。大丈夫、過去ダイエット失敗してきてる女だから、本気でお腹空いたら物食べるから、うち安心して、過去食べてダイエット失敗してきてる女なんだから、本当にお腹空いたらご飯食べます。まあ、意味もなく今日休みって言ってたよねみたいな日に深夜ラーメンとか食べましたとか言ってたら怒ってほしいけど、そう、それは怒ってください。でも公演があったから夜お弁当食べてるよとかは許してあげて、あと揚げ物だけどまだ大丈夫。まっこの時間だから大丈夫。これが深夜遅くに揚げ物を食べようとしてたら怒ってください。
そんな感じで。みんなもハルピョンのダイエットを見守っててください。なんかウィバースでさ、自分もダイエットするねって言ってくれてる人がさ、何人もいたけどさ、本当に一緒にしてくれる？結構心強い。毎日何食べてるか気になる。でも本当になるべくこうわざわざ物を食べようっていうことをしないでおこうっていう感じ。なんていうの、本当にお腹空いたら食べるっていう感じで生きていきたいなと思っています、最近は。ただ深夜にお腹空かないようにお昼に食べるって感じ。目指してます。そう、なんか食べないダイエットではないです。もともとあんまりお菓子買わない人間で、最近そう差し入れは食べるけどって感じ。昔はお菓子大好きだったんだけど、子供の頃は。最近はご飯の方が好き。でも昨日も夜ちょっとお腹すいたっていうか、なんか食べたいってなっちゃったからスープだけ飲みました。うん、お腹すいたわけじゃなくて、なんか口がしょっ辛いもの欲してた。多分典型的ケチだから、それもメリットかも。お菓子にご飯、お菓子にお金かけるぐらいなみたいな。とか、あと何時間我慢したらもうご飯の時間だからご飯いっぱい食べようって思うとか、ですね。前は1週間前とかは朝だからご飯食べよう、昼だからご飯食べよう、夜だからご飯食べようって感じだったけど、今はもう違う。
でも全然変わってないですよ、まだまだ3日4日5日そんぐらいなんで、始めたてちゃんなんで。今はドリアと七チキ食べてます。熱い。ほうとうと迷った。でもなんかご飯の気持ちだったんだよね今。あと夜食べるなんか面白そうなご飯があったので、卵黄は生卵ではありません。違うの？てかなんかシール剥がされてんだけど、シール貼られてた、シール剥がされてるやつ買っちゃった。なんか人が取ったみたいなシール買っちゃったんだけど、ちょっとなんかやだな。ちゃんと見てから買えばよかった。なんかシールが剥がされてる。いいや、買っちゃったし。もうに開いてないし、いいです。ちょっと嫌だけど、私が確認しなかったのが悪い。やばい、予約3時からだったここ。まあいいや、絶対3時より早くいたわ。うちここ誰もいなかったからいいや。こんにちは。あ、T
って今15分経過したってことはさ、絶対ダメ、アウト。使ってるじゃん、3時前から使ってるやん。へへ、すいません。でも誰も来なくて、誰もいなかったんで許してください。え、待って、もしやフリーレ全曲終わった？公演終わった。地起こしのやつとかあるけど、え、そうだよね、だって他の30日に出るメンバーとかは終わってないと困るよね。これで終わったんだ。この後は8の10周年の方のリハ。8の10周年みんな頑張って当ててね。多分劇場来ないと私映んないから、全然オンデマ基本ポジション後ろだし、9番目ばっかり。うん、ちょっと悲しい。だから当ててね。いや、9人いて9人が9等分で映ると映るわけないじゃん。頑張るね、存在感。チーズがすごい固まってる。めっちゃ9番目、9999ポジション一番下。そう、序列一番下ってこと。ショック。まあしょうがない。この間の夢のルートもそうだったし、うん、一番下ではなかったけど、エイトの初期目の中では一番下です。そこって言われてるので、わかりました。
言われた、置かれた場所で輝きます。私はっていう気持ちです。センターとかより目立ったらすいません。それぐらいの気持ちで頑張ります。直吉さんハートありがとう。お腹いっぱい。一応おにぎり残ってる。もうなんかフリフリ確認する元気もないや。保存はしたんですよ全部。でも確認できるする元気もない今。もう疲れちゃった。なんかエイトのことは大好きなんですけど、そうエイトでいる自分もすごい好きだし、チームエイト自体はすごい大好きなんですよ。メンバーのみんなも、私がね、私がメンバーのこと好きだし、エイトのこと自体はすごく大好きなんですけど、エイトで活動すると絶対に序列が一番下になるのが辛い。そうだからエイトで活動ってなった時にみんながちゃんと見れない場所にいるのがなんかごめんって気持ちになっちゃう。かといってエイトじゃなかったら上にいるんですかって言われたらそうでもないんですけど、そういうことでもないんですけど、全然ピアアリーナとか端の24番めっちゃ立ちましたからね。私端っこばっかり、防波堤も端っこ24番だったし、リフレインも24番だったし、そう全然24番で立つこともありますけど、でもまあそりゃね分かってはいます。自分の今のそれが今の現状だっていうことも。でも逆に言えば、まあ8はねもうあれだけど、こう他のあれに関しては上がっていくしか、下にいるってことは上がるしかないので頑張ります。序列はどうやって決めるの？スタッフさんですね。なんで私たちには関与できない。でも基本的にやったことあるポジションとかもあるけどさ、そうそうそう、序列っていうと言い方あれですよね。なんて言うんですか、立ち位置かな。うん、そのコンサートだったり、そのチームの率いてくださってるマネージャーさんとかが決めます。
コンタクトが、このコンタクト今日で終わりにしよう。もうダメ、目が蒸すか、目が。ムスカの声の人亡くなられた、そうなの？マジ？知らんかった。いつの間に？ちょうどジブリパーク、え、この間じゃん、話し会の時じゃん。ついこの間じゃん。見て、絡まってる。じゃあムスカ、でもムスカはまだできるか。これからの新作はなくなるってこと？よーん。すぎ、絡まりすぎてない？うち髪の毛、昨日ちゃんとお風呂入ってちゃんとトリートメントもしたよ。え、髪絡まりすぎてない？ねえ、キシキシすぎ、なんで？え、抜けるよ、もう全部髪切りたい。切らないけど、いや多分コンビニ行くときに外の風に当たったからだと思います。ヘアオイルね、使ってるんですけどね、もともと絡まりやすい髪質なんでしょうがない。でもこの櫛したらめっちゃトヤトヤになるんで大丈夫です。トヤトヤサラサラ。ぴょんぴょんの小顔は遺伝ですか？わかんない。てか自分の顔がちっちゃいって思ったことないんですよね、私。そう、あと顔ちっちゃいよね、脳みそ頭ちっちゃいよねって言われた時の対処法わかんない。どうしたらいいの？え、あなたは大きいですねって返すってこと？え、なんて返すのが正解なんですか、ああいうのって。いつもわかんない。だからもう言わないでほしい。もう、いや、ファンの方に言われると別に「あ、ありがとう」みたいな「ちっちゃいんだ私」みたいな気持ちでいけるけど、そうだって自分の顔の大きさって分かんなくないですか？ファンの方に言われると「ありがとう」で返せるんだけど。
そう。でもなんかね、こう仕事、お仕事とかスタッフさんとか、めなんていう、スタッフさんっていうか、こう初めて会った、初めましてっていうスタッフさんとかだったら、ありがとうございますって返せるけど、メイクさんとかに、顔ちっちゃいよねハルピョン本当にって言われたら、いやいやいやって言うしかないんですよね。もうだって自分がちっちゃいかも分かんないし。そう、そうなんですよ、自分がちっちゃいっていう認識、意識がないから困る。うん、なんて答えたらいいんだろうって。メイクさんにありがとうございますって言うってこと、ハルピョン顔ちっちゃいよね、ありがとうございます、なんか違うんだよね気持ちが。そう、自分の顔見たことないからわからないんですよねっていう。むずいよね。そう、メンバーとかにハルピョンは顔ちっちゃいよ、ありがとうっていうさ、先輩嫌じゃない。ハルピョンさん本当に顔ちっちゃいんですよ、ありがとうって。いやもう絶対嫌だ私そんな先輩。AKB にいるからみんなちっちゃいと思うし、普通に。マサイマユとかめっちゃちっちゃいなって思う。ごめんお腹鳴った。集合写真とか見ても全然、私の顔でかくねってなる、うん、だ顔ちっちゃい人がさ、顔ちっちゃいって言わないでくれる、本当に。本当にそう、だってほらまさちゃんの方がちっちゃいじゃん、集合写真で。おりんちゃんもちっちゃいし、嫌になっちゃう見てるの、自分の顔でかくて。身長低いから大きく見える、あ間違えた、ちっちゃく見えるだけですよって言えばいいのかな。身長ちっちゃいからちっちゃく見えるだけですよ。身長低いからちっちゃいんですよ。だから私の身長でこうビヨーンって伸ばしてみたら皆さんと一緒ですよ。でもそれはそれでなんかうざいよね。なんて答えるのが正解なの？
声がないんでやめましょう。かわいい、いやあなたもかわいいみたいな、そういう女子の会話あるじゃん、よく。ほんと不毛な会話だよねって思いながらもやっちゃうんですけどそう、まるまるちゃんの方がかわいいよみたいな。もう多分私中身女じゃないんだよね本当に。不毛な会話だなって思いながら生きてきました。でもなんか言われて返した言葉に対して向こうもこっちも嫌な気持ちにならない方がいいですよね。わかります？例えば身長じゃない、何、顔ちっちゃいって言われて、いやいやいや身長がちっちゃいからって言ったら、なんか、あ、なんかごめんみたいな気持ちになるじゃん。あ、ごめんみたいな身長低いって言いたいわけじゃないんだけど、なんかごめんっていう気持ちになるのが嫌だから、どうしたらいいんですかね。そう、私も別に自分で言う分にはいいんですよね。ずっと言ってるけど、いや身長低いんで、自分で言う分には別に全然何も思わないんですけど、なんか人から言われるのが一番嫌ですね。だから、いや顔ちっちゃいね、あ身長低いからかって言われるのは嫌だけど、顔ちっちゃいね、いや身長低いんです私、自分で言う分には別に平気、うん、自覚はしてるけど、なんかいざ人から言われるの嫌だよね、うん、握手会の話と一緒。ちょっと待って、寒い。4時まで配信しようと思ってるんだが、しかしこの部屋寒い。でもエアコンつける元気ももうない立ち上がってボタンを押すだけ。立ち上がってあっちまで行かなきゃいけない。めんどくさい。一回寝たい、マジで。でもちょっと振り起こさなきゃ。エイトのこの辺の。手伸ばしても絶対届かない。こっから。何メートルぐらいあるかな。
汗してきちゃった。なんかさ、寒いね。昼寝から起きたよ。え、待って、昼寝してたの？ハルピョンが配信を始めたってのに。だってさっきいたよね、配信。え、始めた時いたのに。ハルピョン配信してたのに昼寝してたの？ねえ、どういうこと？ねえ、どういうこと？ちょっとそれねえ、どういうこと？私がこれで3時間ぐらい配信しますって言ったら、そりゃ寝てくださいってなるけど、なぜか知らない、なんで盛り上がってんの？こんなに。なんか7400も盛り上がってんだけどさ、こんな時間の配信なのになんでこんな盛り上がってるの？そんな盛り上がる配信じゃないよ、私の配信。ありがとうみんな、嬉しいけど。はじめまして。寝顔が見れる、寝顔が見たい、お昼寝配信。あ、そうやってなんかどっかで盛り上がってるってこと？私が嫌いな場所で盛り上がってんの？もしかして寝ないよ、残念だったな。寝るわけねえだろ、君たちにも私の寝顔なんて見せるわけねえだろ、はっ。残念だったな、はっ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 。見せないよ。こんにちは。ヨッシーさん、かわいい、ありがとう。ゆうきさん、ハートありがとう。これハルピョンの寝顔だから、一生押して、半目だから一生押して、ありがとう。しゃ言ったからね、これハルピョンの寝顔だから。
飲みすぎ。あ、起きてますよ。終わろうかな、4時までって言ったけど。ちょっとダメだ、眠気がすごい。でもこんな8000も盛り上がってんだけど、どうして。あ、ご飯食べたから確かに眠いのかも。あ、ちなみに今日夜配信ありません、先言っときます。やりません、夜はやりません。めっちゃギフトが飛んでるわけでもね、あんまり見ないから大丈夫、そういうわけでもなさそう。突然夜やったらごめんなさい。ああ、シンプルに人が多かった、ありがたい。人が来てる、ありがとう。カラコンでウィンク、チャンチャチャンチャンチャチャラララ、カラ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 チチ。目の前に卵醤油ご飯あると食べたくなっちゃう。でもこれは後からお腹空いた時に食べるようにとっておく。寝て起きてお腹空いてから食べて、レッスン頑張って、今日はもう頑張るっていうように頑張ってとっておきたいので、とっておきます。髪サラサラ、ありがとう。さっきまですごい絡まってたんだけどね。コウキさん、トシさん、ハートありがとう。白色卵おにぎりです。海苔ないね。あ、携帯かけてます、すいません、携帯の紐です。コンビニ行ってたから。これだよね、これ髪の毛じゃないよ、これ携帯。食いしまりそう。
だから言ってるんじゃないの？なんて言ってるのあれ。あれなんて言ってるの？逆に。カラカラ言ってるんだと思った。カラコンのカラ。カラ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 ちっちゃ。うん。カラコンでウィンク。チャララチャ。カラカラカラつつ。わかんないです、ちょっと歌ってないからさ。そう、そこはカラコンでウィンク、ウーを伸ばしてる人、私は。あ、カラカラはもう歌ってないやん、もう多分コーラスですね、それ。普通に歌じゃない。コーラスなんで曲ですね。メンバーが知らないことファンが知ってるわけない。あるんですよ、私たちのスケジュールとかみんなの方が知ってることよくある。え、私あれ出るんですかみたいなの、あの人の方が知ってる、よくある。え、私波動出んのとか、よくみんなからえみたいな、知らなかったみたいな、あるある、マジであるある。眠い。終わるか。いや、本当は1時間配信してから終わろうと思ってたんだけど、うん、やっぱなんかダメだ、眠たいや、終わろう。すいません、じゃああと80人で9000盛り上がりいくんで、80いったら終わります、9000いったら終わります。1時間やってないし、こんな昼間なのに9000もいくの、なんで、すごすぎる、マジで。なんでみんな、なんで、何、何なの、何なのとか言って、すごい。あ、9000いっちゃったし、ありがとうみんな。私はもうパタンキューです、ありがとうございました。一旦寝ます、仮眠をしてから自主練をします。おやすみなさい、ありがとう。また夜は多分やんないかなって感じなんで、すいません。それでは、ありがとう、夜も頑張ります、レッスン、またね、バイバイ。